こたです。今回は友達のお家に向かって、そこでフィーカやら何やらをするという巻きです。数少ないといっても過言ではないヨトボリの観光地の一つですね、スカンセンクローナルです。さっきのところから見える景色も結構めっちゃいいので、よかったら行ってみてください。これから留学に行く方とか、はい、もうこれ前も言ったんですけど、本当にスウェーデン人のお家の中ってマジで可愛くて、もうスウェーデン人の友達のお家に行くのがもう一つのエンターテインメントみたいな、こちとらエンターテインメントの域なんだよっつって、なんかもう可愛いの暴力です。いろいろ可愛いの暴力がこう重なりつつっていうところで、ひまわりの種をかけベランダに向かいます。あとこのベランダも、まあ、スウェーデンの家庭は多分全部あるんじゃないかな、スペースがあるから羨ましいですね。日本ももうちょっとスペースあったらいいのにって思います。本当に知らない人多いと思うんですけど、スウェーデンの全体の人口って1000万人くらいなんですけど、東京都に住んでる人口って920万人くらいなんですよ。で考えると、スウェーデンにいる全員が東京都にギュッて集まっちゃったみたいなところに住んでたって結構ヤバゲーだと思うんです。結構すごくないですか、ハッシュタグ東京狭いって感じですよね、本当に。ってところで、まあクロッケっていうゲームをやっています。今なのですね。ちょっと動いたのでフィーカタイムです。前日の夜テラハ見ながら、全部ピエン空気になるはずだった空気たちなんですけど、なんかまあ諸事情によりいろんな顔や落書きをしたんですけど、これエリカさんに弾かれましたね。私が書いたやつなんですけど、早速弾かれてました、序盤ぐらいに。悲しいですね。でフィカの後はリビングで友達の幼少期をめでました。そしてなぜかお下がりをもらう会が開催されるという。でも本当に可愛い服ばっかり、ありがとうエリカちゃんって感じです。古事記ですね。とにかくめちゃめちゃおしゃれで可愛くて楽しい一日になりました。じゃあまたです。さよなら。